勝スタートしました。さて男子まだ6回目に入っていますが、5回目に再びガミコンの大きな記録を出してしまいました。投げる波に伸びていきます。5回目62m16 です。我々の想像を超えるようなそういう記録が出ています。 62m16 ただいま6回目に入っています。マイサークです。前さん君の今までの記録が 56m33 です。ほぼその次に2位が復活しました。停戦中です。前さん君は 56m33 で本日の競技終了です。そして円盤投げ残すは3名です。山田君ゴールドジム、これまで 55m87 を投げて第4位です。円盤投げ山田君の円盤が少しネットに触れて少し失速して落下ということで、赤いの中でスペードですね。この後津波君、群馬総合ガード、これまでの記録が 56m76、 1回目にマークしたものです。さあ津波君の円盤はどこまでとか、普通にも残念ながら赤い方、さあ男子円盤投げ6回目最終投てき者、優勝を決めた湯上正輝君です。初優勝の選手権者となります。トヨタ自動車3回連続の日本新記録、そして6回目最終投てき、記録に注目です。日本記録を樹立した湯上正輝選手には本大会に特別表彰をいただいております。山崎製パン株式会社専務取締役犬塚勲さんより日本記録賞が贈られました。
プレゼントは日本陸上競技連盟稲垣豊美樹です。第3位東優馬君9連覇8分38秒24。北村ゆめさん A の2分2秒54。北村さんは責任についての連覇です。
クイーンは男子エドワーで決勝の結果です。どうぞご覧ください。伊藤ゆがにまさてるまさてるです。ゆがにまさてるの平田乗車 62m16 日本新記録です。伊藤つみゆうじくんの群馬総合など 56m76 3頭前沢しぎゆきとともりと 56m33 です。以下スクリーンはどうぞご覧ください。そしてこの映像写真撮っていただきたいですけど変わってしまいました。ご覧ください。はい、第1画面戻りましたよ。どうぞ記録として写真撮りましょう。次は続いて男子三段跳び4回目以降に進出する上位8名をご紹介いたします。長山君中京大学3回目までは 15m66、 小坂君通過工業高専 15m66、 戸田君花屋体育大学 15m76、 川島君順天堂大学 15m81、 岡部君福岡大学 16m1、山本君ジャブ 16m15、 石川君ダナビ吉田 AC 16m20、 3回目までトップは山下君 AMA 16m35、 以上8名のメンバーで4回目の進出が始まります。走り高跳びです。2m25、3回目のチャレンジです。赤マスク、岐阜大学です。赤松くん3回目も残念ながらクリアならず、 2m25 程高さを1回目でクリアしているのが江藤君です。 2m25 をクリアしているのは江藤君ただ1人です。これから大田君の3回目です。
ん、セクシータウン。女子 5000m 選手はそこでフィニッシュをいたしました。